金取し、通行止めだし、まっすぐ行かれんし。はい、エルカチャンネルのショーです。カメラマンはキリトです。明けましておめでとうございます。さあ、ということでですね、ちょっと遅くなったんですけど、だいぶ遅くなったんですけど、まあいろいろと諸事情ありまして、あったね。はい、ありました。あって、本当遅くなったんですけど、初詣にやってきました。キリト、ここ神社だよ。やめようか。まさかの初詣がホラー会か。いやー怖え。ちょっと確認して、えらいぼやけたよ。はい、なんかさっきちょっとですね、車の中でオープニング撮ってた時にちょっとおかしなこともあったんですけど、気を取り直して、参拝の方しに行きたいと思います。それでは行きましょう。はい、わー暗い。暗いですね。暗いですね。エルカチャンネル。あ、最初に左手、右手。で、口、あれ、うん、手に溜めるのか、うん、流れるよ。いや、で、口で、左手で、最後、尺を洗うで、もう立てて泣かせてばいい。神社来るとさ、うん、あの去年のその何夏を秋あれいつだったっけ、夏か、うん、夏にあの PR 用でって言って南阿蘇のあのあれ取りに行った時を思い出しちゃいますね。ですがといってもついこの間加藤神社に行ったような気がまだ普段はねあれだから年末行ったね。じゃあここで、ちょっとお参りしたいと思います。お参り いくらだっけ、1万あ、うん、そこはあのその人のあれ次第じゃないと、まあ、一般的には5円か。あ、5円があった。おお、ちょうどよかった。それも平成27年っていうなんか結構新しい新しいご縁があった。てか神様がいますよあそこに。カメラをほら、神様がいますよあそこに。すげえ、そんな偶然あんの。はい、それでは参拝したいと思います。ここから、うん、ここからね、ここから投げるの。そうそう、入るかな。入れなかったら入るでしょ。入るかな、うん、入るよし。なら今年の運試しみたいなもんだよね。そうせーの。あ、これ鳴らすんだっけ。鳴らすの。
よし、祈った。何を？え、それ言ったらそれ言っちゃうとダメなんじゃないかな。うん、ダメ。一応じゃあ表向きは世界平和、うん、あ、今大変ですからね。そうそう。ちなみに、あ、そっか、今買え、もう閉まってるからあれが買えないのか。下おみくじなかったっけ。え、あった？下階段を降りて左側。嘘、あった？なかったっけ。いや、なんかめっちゃ、そこが売り場になってる。そこほらめっちゃ結んである。なかったか。いや、わかんない。うん、おお急に聞くと怖いな。分かってたけど怖いよね。でもやっぱなんかこうあれですね、神社とかって神秘的ですよね。神社だね。ねえ、うん、ていうかさっきの猫神様がいたのがびっくりだった。違うんか。多分普通に違うと思う。そっち映しちゃダメな方だと思う。なんか、うん、じゃあ OK ということで、はい、止めましょうか。ベルカチャンネル。はい、ということで2020年、やっとこれでなんか始まったって感じがします。最初になんかちょっとピントが合わないっていうハプニングがあったんですけど、これといって何も問題もなく、どちらかといえばですね、猫神様みたいなのがいまして、あれちょっと良かったですね。今年もどうですかね、いいことありますかね、キリト君よ。まあ期待はしときます。期待はしときますと。なるほど。そうね、いつどういうことがあるかなんていうのは、まあ、全然わかんないし、うん、その先はやってて。なんでそんなネガティブ、ネガティブすぎるって。もうちょっとポジティブにいこう。いや、一寸先は光ですよ。もう一旦光じゃん。光じゃん、すぐ。そんなウハウハ心わけわからん。わからん。良くも悪くもだね。そうそう、うん、ね、ちょいちょい動画で言ってるんですけど、春先にですね、ちょっとでっかいことみんなでしようかなと思ってます。ほうじゃないよ、自分だって知ってるじゃん。ほうじゃねえって、自分だって知ってるじゃん。こうみんなで盛大にちょっとし大きいことしようって。ほうじゃねえって。まだちょっとね、どういう感じのことをするかっていうのは決まってないんですけど。決まってないよ。決まってないんですけど、そういう予定もあったり。なかったり。いや、なかったりはないですね。もうありのありでやりますんで、はい。もうそのためにもみんなにね、こう根回しをですね、いろいろしなくちゃいけなくて。でもみんなが協力してくれるから、俺も今こうやってできてるんで、ぜひよろしくお願いします。ベルカチャンネル、今回の動画はここまでです。チャンネル登録よろしく。俺にかかってこい。